今日ね、久しぶり来ましたね。五島です。ね、20年ぶりぐらいかな。松尾記者は、五島市の福江港から歩いて鬼岳を目指しました。石垣が、はい、ね、見えてきましたね。見えました。これだから、福江城ですね。はいはいはい、福江城は、港から歩いてすぐのところにあります。いよいよ鬼岳山頂までね、もうちょいかな、ね、登山口からは鬼岳がよく見えました。いい緑に、ね、なってる、ね、綺麗ですね。広々とした草原を気持ちよく歩きます。あの石玄武岩でしょ、ね、草地の間から黒い岩が覗いています。だから火山ですよね、これも。山頂からは周辺にある多くの火山が確認できました。あれは日の岳っていう。日の岳、もうまさに火山のような名前、はい、今度はちっちゃな火山、はいはい、あの左側のポコッとなってる、はいはい、あれ御岳。あれも火山なんですか。あれも火山です。海辺に広がる黒い海岸線は火口から流れ出した溶岩が流れ着いた場所でした。藤もある。おいいね。鬼岳の登山を楽しんだ松尾記者、山登りの途中に通った福江城にやってきました。この辺埋め立てっていう話、ね、してたじゃないですか。で、ね、浜のつく町上もあって、港から城に向かう途中に東浜町の住居表示がありました。まあでもこの辺も埋め立てですよね。福江城は3つの方向を海に囲まれた海城でした。なので、まあ、今自分たちが立っているところも、まあ、海だし、ね、あの、まあ、海の中にあるのですごく攻めにくかった。もうね、お城はほんの数年間しか存在しなかった、もう幻の城みたいな、そんな感じなんですよね。なんかそういう幕末特有のなんか運命を、ね、持ったお城だったということですよね。明治になってだいたいお城って壊されちゃったので、ね、だから大きな場所が、ね、空くので、ね、でやっぱり教育とかをしなきゃいけないっていうのがあったんで、そういうところにやっぱ学校を作るとかそういうことが多かったでしょうね。城を囲む石垣に沿って歩いてみました。これが城の石垣ですね。ですごく黒いじゃないですか、ね、これって玄武岩って言って、はい、溶岩が、まあ、急に冷えて固まったらこういう石になるんですよね、はい、玄武岩の黒い石は火山である鬼岳にもありました。すごく硬くて丈夫なんですよね。五島特有の、ね、石を有効に使って、ね、こういう石垣を作ってるって。黒い玄武岩の石垣がずっと続いています、ね、ここからちょっと入れそうなので、ね、門があって、ね、橋がかかってるのでちょっと行ってみましょうかね。門をくぐって中に入ります。こういうとこから攻撃を、ここに溜まった兵隊が、はい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 狙われてますね。そうそう、今狙われるんだよね、ここ。そうですよ ね。開国を求めて出没する黒船に対応する目的で幕末にお城が築造されました。海岸防衛を厳重にせよということで、うん、お城が作られたと。撮影をしていると観光客の人たちに出会いました。お客様、今ロケ中でもう長崎で有名な方です。まあ、ごとに来ていらっしゃって今私びっくりしたんです。
東京から来たツアーだそうです。今日はやらないですけど、はい、この先あの庭園とかがあって、あ、ね、はいはいはい、石垣に沿ってさらに歩きます。あの寺町の通り、ね、そうか、ね、はいはいはい、石垣がずっとつながってるよ、お寺の石垣の雰囲気、ね、いやでも石の積み方が全く違いますよ。あ、そうだ、ね、でもね、お城の積み方ですもん。こっちはもう完全にお城の積み方だけど、うん、こっち側はあの野面積みって言って普通の自然石をこううまく組み合わせてあの作った石垣ですよね。だすごく職人の技術がいるので、もう今はこういう野面できれいに積める人はいないんじゃないかな、あんまり。歩いていると、これハート石なんじゃないか。お、あら。ハート型の不規則な石も職人の手でしっかり積まれていました。せーの、ラブチューニュート。ラブチューニュート古くないですか。知らない、わかんない、俺言わされてるだけだから。少し歩くと門があります。入った先は城の本丸で、現在は後藤高校になっています。お殿様が、ね、住んでたのはここだということですね。こっちが町、後ろが町なので。あ、そうだよね、はい、だこの辺エリアのところだ。あ、ここだ、こっちだな。 今ここにいると思う。やっぱこっちだね、ここだね。よし、うん、大変だね。もう今あの迷ってるのを証拠で撮りましたから。次に訪ねたのは武家屋敷です。上にこう石がこう積んであるの、はい、なんか面白いじゃないですか。あんまり見たことないでしょ。何なんですか。石垣の上にこぼれ石と呼ばれる丸い石が積まれています。これ侵入する人とかがいると、あの辺に登っていくと石垣がガラッと崩れて音がすると、あ、侵入者だっていうのが分かるように。丸い石は投げて戦う武器としての役割もあったと言われています。この辺の海岸線とかに、ね、あるあの丸い石とか後藤の、ね、特有のものを作ってうまく石垣を作って、中級の武士が暮らしたという武家屋敷通りが数百メートルにわたって続いています。はい、はい、さて車で移動して海岸線にやってきました。これ普通の人はアブンゼって読めないよ。アブンゼ溶岩海岸です。鬼岳の山頂から見えた噴火した溶岩が流れ出してできた海岸です。見渡す限り溶岩ですね。黒い、黒いですね。黒いですね。ね、溶岩が冷えて固まってできた玄武岩の海岸です。武家屋敷とかもこういう石とかをうまく使って、ね、作ってるということですね。武家屋敷や福江城では石垣に黒い石が使われているのを見てきました。これとかほらね、もうなんかほら溶岩っぽいでしょ。なんか気泡がいっぱい、そうですね、ね、ついてる。武家屋敷の石垣にもこぼれ石と呼ばれる丸い石が積まれていました。硬いんだよね、すごく。だから俺石垣とかには、なるほど、あのこういうの向いてるっていうか。海の方に近づいていくと黒い岩の海岸が続いていました。海の景色もまたいいね。黒い海岸に青い海の景色が広がっていました。上郡島にも行ってるしね、はい、ね、上郡島でさ、うん、鬼岳が見えたの覚えてる。見えましたね。ちょっと山の名前は忘れてしまいました。いやいや、ね、
牧島カメラマンとは、長崎市内から五島方面に沈む夕日を撮影したことがあります。自然がとかだけじゃなくて、もう歴史もあるし、すごい興味深い場所ですね。近いとね、いつでも行けるって思っちゃうけど、ね、だから行ってみましょう。行ってみましょう、ね、行ってみましょう。いろんなとこ行ってみましょう、ね、本当、うん、ね。短い時間でしたが、五島を十分に楽しみました。五島は船で1時間半ととても近い場所にあります。